パウル・ブリルはフランドルの画家である。主に風景画を描いた。アントウェルペンに画家、マタイス・ブリルの息子に生まれた。父親と同盟の兄、マタイス・ブリルも画家になった。父親から絵を学んだ後、ダミアン・オーテルマンスという有名でない画家の下で学んだ。1575年頃から国外に出て、リオンなどで働いた後、1582年にローマに移った。 ローマではすでに兄のマタイス・ブリルがバチカン宮殿の壁画を描く仕事をしていて、兄の工房に入った。翌年、兄が亡くなると、兄の工房を引き継ぎ、1588年にはスカラサンタの壁画を制作するなど、グレゴリウス13世やシクストゥス5世らの歴代の教皇からの注文を得ることができた。ローマのブリルの工房は、アダム・エルスハイマーや、 コルネリス・ファン・プーレン・ブルフ、セバスチャン・ブランクス、ヤン・ブリューゲルといったイタリア以外の国の画家たちが訪れ、互いに影響を与え合うことになった。またアンニー・バレ・カラッツのようなイタリアの画家とも互いに影響を及ぼし合った。教皇庁美術、文芸アカデミーの会員に選ばれ、1620年代にアカデミア・ディサン、ルカの養殖に任じられた。 山の風景とヒエルニムスディアーナとカリストブラッチャードの風景。ありがとうございます。